飲酒運転根絶ポスターの贈呈式を行います。最初に、ポスター作成の経緯や活動依頼などの経緯を当初交通第一課長工藤からお願いいたします。石警察署の交通第一課長の工藤でございます。今回、贈呈いたしますポスターにつきましては、令和元年度から、交通安全アドバイザーであります新野翔さんをモデルに、ことに飲食店組合の方々などのご協力を得まして、作成しているポスターでございます。皆さんもご承知の通り、9月22日は、小樽市内で、飲酒運転による死亡事故が、発生しておりまして、未だ飲酒運転の根絶には至っていない、現状でございます。そこで、JR バス、JR 北海道バス、株式会社様におかれましては、昨年から、管内を運行するバスに、飲酒運転の根絶のポスターを掲示していただきまして、今年度も、引き続き掲示していただく、運びとなりました。それでは、新野さんから JR バス様に、ポスターを、お渡ししたいと思います。